それでではここから肝心の質問です大学進学時の学部学類等の選択決定と高校までの学習大学までの大学での学びの違いについてお尋ねします進学時の学部学類等の決定について一応あの3つの選択肢を用意しました迷わず決めたという方は1番を迷ったけれど最後は自分の考えで採石には決めた 選択したという人、2番、迷ったけれど、主に親や高校の先生の意見に従って選択したという方は3番お願いします。開く前にですが、いきなりで申し訳ないんですけど、村沢浩二先生、これは先生は学生たち、どんなふうに答えると思います、どれぐらいの割合というふうに思われますでしょうか、ちょっとご意見を伺いたいんですけども。 えーまあ、の本校でもアンケート調査しているわけですけれども、一番進学について相談する相手は母親のようですね、その次が両親ということで、父親の姿は案外、影が薄いです。<laughs> ということで、えーまあ、本校では半分以上は親に相談しているという結果でありますので、相談は一応しているかというふうに思います。ソフト えっと結果的に3番が多いかなっていう感じになりますでしょうか、あのお手元に先生のところありますけれども、えっと、どうでしょうか。えっとですね、相談の結果は今、こうだったんですけれども、はい、私の感じでは2番が多いような気がします、わ、はい、かります、じゃあ、ちょっと開いてみましょう。あ先生もおっしゃる通りですね。 はいえー、57%の学生は迷ったけれど、えー、最後は自分の考えでというふうに、えーまあ、3番目の答えも1割ほどということです、まあ、迷わず決めたとおそらく中学ぐらいからという学生さんもおられると思います、まあ、こういう結果になりましたじゃあそれではそういうその選択の結果について今ではどうですか、えー、十分満足しているという場合は一番。 大体満足しているというのは2番3番、あまり満足していない4番、全く満足していないとさあ、どういう回答になるでしょうかこの辺でですね、出しますあやっぱりあの結構満足度高いですね。 もちろんあまり満足していないという方が15%それから全く満足していないという方が2%になりましたけれどかなりの割合で満足度は高いということですさて一つの今回のトピックトピックの一つに高校と大学との学びの違い高大接続どうするかというのがありますがいわゆる受験勉強大学入試のための受験勉強は 大学の学ののびに対してどうだったのかあの4年生以上が多いのでかなり過去のことを振り返ることになりますが大いに役立ったという場合が1番少し役立った2番全く役立たなかった3番いやまだわからないですね1年生ぐらいだとそうかもしれませんがこの4つのうちで選択してください。 はいえー、と2割の人が大いに役立ったんですね、それではここで、えー、一番大いに役立ったっていうふうに回答された方、ちょっと手を挙げていただけますか、はい。でしたら、すみません、あのマイクのおかわりの方、えっとまあ、手を挙げたままにしてください、この列の一番前の方にちょっと、えー、聞いてみたいんですけれど、すみません、いきなりですが、えっと、その方ですか、そこで手を挙げてください はい、できれば、どんなふうに役立ったのか、受験勉強。教えてください。えっと、僕は科学を専攻しているんですけども、えー。高校で勉強した科学の知識が、今の実験や研究にとても役立っています。はい、やるえ、すみません、お名前は。あ、えー、っと、物質科学類の平沢と申します。平沢さんですね、どうもありがとうございます。こういう意見を聞きますとね、あの、えー、そのまま、えー、高校での学び。 大事に大学で接続している例なんだろうと思いますはいありがとうございますじゃあ逆に三、えー、番全く役立たかなかったというのに手あげた方おられますかおられますよねどうですか、えー、当てられると <laughs> ですかどうですかこんな風に思うってどうですかあはいどうすいませんこちらの前の方お願いします ええっと、僕は今物理を勉強してるんですけどこう受験勉強での枠内での,その物理っていうものに対し,て対しては苦手意識を持っていて逆に科学とかそういう地理とか文系科目に対して得意意識を持っていて、はい、であんまりそういう得意意識を持っていたものと苦手意識を持っていたもので分かれてたんで,で,で今物理を勉強してると,もっと楽しいと思うかやっぱそこでこう苦手っていうのと。 得意っていうのと、別に今役に立つかっていうのはまた別問題だと思うんで。それは役に、そういう進路との決定という意味でも役、役に立たなかったとは思います。はい、えっと、お名前は。淵上です。はい、淵上さんのこういうご意見でした。あの、いろんな方に聞きたいところなんですけど、まあ、あの代表的な二人。たまたま理系の方でしたけれども、まあ、そういうふうな、えー、見方がある、えー。おそらく、あの。 皆さんお聞きになったように実際にその高校での学びの中で実際に大学へあのストレートっていう場合もあれば別にその大学進学の時に特に物理と化学ぐらいなんですかねいろんな形での,その迷う時に大学に行って直接その時に学んだことがどうも自分にとってはプラスにならなかったといいますか直接的にですねそんな経験を持った方もいるということだと思いますね。 はいいありがとうござまますす次に行きますさあ次はですねあのこの「中教新答申」でも指摘されてるんですが高校までの学びと大学での学びとは違うんだという指摘が一つはあります。でそれについて皆さんにお聞きしたいんですねあの高校での学びと大学での学びの違いがわかる、えー、そしてそれを自分の言葉で説明できるよという人は一番。 それから違いがあるのはわかるけれど、えー、説明はしにくいなっていうのが2番、えー、いや高校での学びと大学での学びは違いなんかないですよ4番目、えー、まだわからない、まあ、12年生だと、えー、特に専門などを、ね、あまり学ぶ機会がなければひょっとしたら、えー、その区別ってわからないかもしれません。まあ、そういういい択でお願いします ちょっとレススポンスの反応が、ね、もう一度押していただけますでしょうか、今90ぐらいですね。はい、じゃあ、これぐらいですが、はい、こういう数字、すごいですね、4割近くの方が違いはっきり分かって自分のことは説明できるというふうに答えられて、まあ、違いの分かるけども説明はできないという方がセ5 4%です。 それでは、えー、違いを分かるし、自分のことに説明できる。と答えられた人、手を挙げていただけますか、はい。すみません、あの、えー、マイクの方、一番近くの方に、ちょっと。マイクを受けていただきますよ、手を挙げている方で。すみません、マイクの。一番近くの方、どうなっでも結構です。ちょっと手を挙げていただけませんか。一番で押した人。すみません、どうなっでもいいので。 じゃお願いします。あ、すみません。えっ、ー、と人文学類の伊保と申します。伊保さんですね。はい。はい、えっとえ違いを説明お願いします。はい、えっ、ー、とそのまあ、違いですか。まあ、僕が受けた高校の授業と大学の授業がまあ,あの一般化できるとはまあ、思いませんけれども、僕の体験ですと、あのまず高校というのは自分で選択して授業を選ぶというものではありません。 えー、ですが、まあ、大学では自分で選択して、自分の興味に基づいて。まあ、あの、学習ができるというところが、一つ、大きな違いだと思います。ういう感じですはい。ありがとうございます。はい、あの、伊保さんの、えー、説明がありましたけど。えー、他に、えっ、ー、と、私はこう思うっていう人。どうでしょう、積極的に手を挙げていただけませんか。今の意見に賛成だっていうのも含めてですが。 大体同じような質問になるんでしょうか。どうですか。はい。手挙がらないやつ。まあ今の伊芳さんの考えに大体まとめられるということでしょうか。はい。ありがとうございました。で、こういうのを用意してしまったんですが、<laughs> 今の伊芳さんの意見について、大いに賛成できるという人は一番、えー。少し賛成できる二番。まだわからない三番。 というあの実はクリッカーの面白いところはですね先ほどみたいにあの自分で賛成反対ってのは言えないけれどクリッカーなら匿名なので,です、ね、賛成反対は言えるんですねあの押せるんですねえそういうふうにさあこれでですね2番3番が多いとちょっと <laughs>、はい、さあ開いてみましょう。 はいいここういうことですね、はい、それでも、まあ、今のユホさんのはま的をいけいるということでしょうか、まあ、最近は高校もかなり多様化しているのでそれなりにこの選択の幅が広がっているところもありますけれど、まあ、大事ではないというそれが一つ特にその,その科目を学ぶモチベーションという点でも違いがあるんだろうという指摘かと思います。 次はですね入学後の学年進行に伴うコース選考ゼミ等の所属に関する選択今最も興味を持って学んでいること及び卒業後の進路志望についてお尋ねしますコース選考ゼミ等の決定に関してです第一志望のところに所属できた第一志望のところに所属できなかった まだそういう経験がないという3つ、3択で三つのうち1つでお願いします。いこれぐらいですねあ満足してるんでしょうね、多分ね、こういう第一志望のところっていうのに8割ぐらいですね。 と、えー、ということでまだおそらくあの12%の人っていうのはそういう、えー、そもそも所属を選ぶというのが、えー、コースが、ね、ではないというところもあるかもしれませんけど、まあ、こういう形で、えー、ゼミ等の決定コース選考ゼミ等の決定については第一志望でということです、ね、さあここでは第2、えー、第1志望のところに所属できなかった2番に手を挙げて、えー、ごめんなさい2番を押した方ってちょっと手を挙げてもらえますか やっぱり当てられるとでですかどうですかかどうこんなふうに授業をやってるとですね学生から「ええー」って言われるんですけどどうですかないですすかかな、はい、まあ、体験などを聞きたかったんですが、はい、じゃあその次いきますさてこれこそ学習のモチベーションですけど今最も興味を持って学んでいることについてですね それは大学入学前に考えていたこととほぼ同じだという人が一番2番目入学後により具体的例えば専門の領域がここだというふうにですね狭まって見えてきたという場合もあると思いますより具体的になった入学前とは違うことに興味を持ち学んでいるという方3番4番目まだ最も興味を持って学んでいると,いうと言えることがないという まだ見つかってないという人四番お願いします。はい、これは分かりましたね。はい、あの、えー、入学後にある分野でその分野の中でこれをっていうのが大学入学入る前はそこまで具体的なかったけれどもという方が一番多いようですね。 これについてはやはり3番の方に聞いてみたいですね入学前に考えていたとは違うことに興味を持って学んでいるというちょっと3番に押した人で誰かですねその実例を教えてほしいんですけどあ,あそこに勇気ある人が手を挙げてくれてますねお願いします 金沢大学理工学域2年、えー、電子情報学類情報システムコースの田中といいます。本当は入学する前まではちょっと前までは,工学,部では工学系統ではなく理学系統で学ぼうと思ったんですがいろいろあってまず工学部の情報系統を学ぼうと思ってこっち来て、まあ、学び出して、まあ、情報システムコースって入りたいところに入れたんですけども。 あの授業大学の授業を通してあのあの数学の論理というものに最初は興味があったんですけども、まあ、今も興味はありますがあの論理というのはトートロジーで結局情報量がゼロだっていう話を聞いてから何かちょっとな何かなってあの物理っていったらその。 外からのの情報の仮説が入って情報量が加わるから新たな知見が開けますけど結局そのトートロジーだと結局その情報量は変わらないけども変形して新たな見方を見つけるっていうそういう発想だったのでそこにちょっとがっくりっていうわけではないですけどそういうのもあり案外実はその物理のことは実は全然昔は興味なかったんですけど最近はそ,れそういう方向も。 社会情勢とかを見てますと、あの福島第一原発みたいな話とかもありますし、あのエネルギーとかの方にもちょっと興味を持ち出しまして、やっぱ電気の方が良かったんじゃないかなとい今いろいろ迷っているところです。はい、ありがとうございました。生々しいですね。あのリアルタイムで,でね、あの自分の専攻について振り返ってくれました。